忙しいでけこうってなんか言うとる。何かやねん。緊急クエストが入ったでけこうよ。その喋り方どうにかならへん。水没林でジュラトドスといえばモンスターハンターワールドの新モンスター。あれが緊急クエなんか。いや、まあ、しかしちょっと予想外やね。緊急クエストなんでもっとそれに見合うものかなと思ったら、ジュラトドス。そんな強いイメージもなかったし、ただ泥が鬱陶しいだけのあのモンスターが今更出てきたとしてもそんな苦ではない。だからスムーズに素人行きましょうよ。鬼門の昇卓。豪雪に効く泥隠し。ぬかるみのごとく深みにはまって腹の中ホラームービーや、これは怖っ。ああ消えた。さっきまでいたのに。あ、でもここおるやん。どうやらここには被害はないと。お前らよかったな、運よかったぞ。ムービーの場所にいたらお前ら食われてこんなとこいないからな。神の加護に感謝しとけ。いた？はけはけはけ。あいつだ。さ、ドスフロギが相手をしよう。はい。はい、もう次から次へと。つっついて毒にしてどうぞ。俺の代わりにね。はい、ナイスナイスナイス。出てきた出てきた。姿形は、あれなんだっけ？あの強いやつ、火山にいるあの強いやつ、あれ名前が一切出てこないけど、ボルガノスだっけ？なんだけども、モンスターハンターワールドで退治した時は、そのボルガノスほど強いイメージもなかったし、もうひたすらに切るだけなんだよね。何も難しくないわ、そんな。注意しろ！いや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 、急に出てきたっていうな。だからなんやね、切って切って切りまくって隙が大きいね、お前は。なんかいろいろと泥、うんこ的なものはあるけど、どっちこれ、うんこなの？泥なの？泥なんだろうけど、うんこに見えてきたわ。あ、いてえ。あ、ちょっとやばいやばいやばい、あっぶない。注意しろ。これ回避性能に優れた装備だから避けるのは結構やりやすいよ。だからこんな攻撃は絶対に当たらないように。うんこに当たってもお前には当たるね。うんこがお前の一部と言われたら俺はもうすでにたくさん当たっとるけど、でもうんこはお前の一部じゃねえ。出した時点でお前じゃねえんだ。ちょっと武器ときたいな。まあのんきにとこう。止める。あ、来てるやん。こっち来てるけど溶けてる。横で溶けてる。ああもう、あ、溶けてる溶けてる。よかったよかったよかった。横まで来たのに邪魔してこないというね。賢くないわ。言うても魚屋で。ああまたうんこ当たった。来たれ。ダイレクトうんこ当たったわ。お前毒になれ。俺うんこ当たったんだから、うんこやらでなっとんのやから。お前も毒になれ。同じ苦しみ味わえこの野郎。また来る。芸がないな、こいつは。同じことの繰り返しやんけ。初見だから結構被弾してるだけだって。2回目3回目だって言うとより簡単になるよ、こいつ。何も警戒する部分がないもんね。あの下から出てくる攻撃なんて当たることもないし、全然苦じゃない。なんでこのタイミングでこいつだったんだろうね。普通に里クエの回で出てきてもおかしくないというか、そういうモンスターだと思うんですけど、モンスターハンターワールドでも特別ひいきされてた印象ないよ。パッケージに映ってるわけでもないしね。緊急クエストにふさわしいものが良かったな。全然君ふさわしくないもん。いたいたいた。何キョロキョロしてんだよ。全然可愛くねえんだよ。その行為自体可愛くとも、うんこ巻き散らす時点でマイナス100点や。プラスになることはないわ。あ、地上に出てきたね、このタイミングで。初めてやな、何気に。あ、叫ぶ。叫んで帰るなよ。せっかく出てきたんだ。もっと地上を楽しめよ。その長い尻尾も切りたいんだけど、どうなんだろう、切れんのかな。なんかすごい暴れてる。アグレッシブ。地上でそんな暴れんの。地上でそれだけ暴れるのか、もっと水上でもっと暴れる。間違ってるよ。出せないよ。ぶち切れてるね、怖いわ。あーで潜った、早っ。で逃げてるし。あ、出てる出てる出てる。なんか食っとるね。勝手に何食っとるの。草食竜か。また草食竜になった。あ、食ってるわ。食うとき地上出るんだ。泥の中で食うんちゃうか。お前ムービー中泥の中引きずり込んどったやんけ。あの後出てきて食ったってことね。わざわざそんな二度手間なことしなくてもいいんじゃない。もう地上で倒せるでしょ、お前の力考えたら。地上でも十分強いし。賢くないんだよな、やっぱ。うんこ使うだけあるわ。あれ、最後の人たち。あー、今ので
終わってたらかっこよかったの。なんかこれでとどめさしたいよね。あ、総竜来たわこのタイミングで。わっ別に乗らんでもいいんやけどな。もうこれはすぐこうやってぶつかって、あ、ののの、どこ行くねどこ行くね。そんなつもり一切なかったの。当たれよ壁に、はい、ダウンさしてその流れで切りたい。あーで、あ、青柱来た。このタイミング邪魔やな。お前呼んでねえよ。とどめ刺すなよ。間違っても俺が倒すんだから。何このカオスな状況。絵面が汚いんだけど。さあこれで死ね。次こそ死ね。いや、ひるむんじゃねえ。今さらひるみいらへんわ。なっげえ。回のクエストこんな感じなかったぞ。やっぱ上位クエストならではの体力というか難しさというか時間かかるねこれ。あれ、あー落ちたこれで終わりだったら逆にかっこよかったというかね。あー、さすが死にかけではあるな。ようやくか。さあ、あとは大樽爆弾でね、魚のくせにいびきかいてるよ。いびきの音もでけえし。でこれをついて終われ。え、まだ終わらない。嘘でしょ。あ、もう痛い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 けど、もう痛いけど痛みを我慢してもう一回切るんだよ男は。配信だー。ちょっと思い描いてたラストではないけどね。あの、この最後の追撃で倒したかったんですけど、最初の一手で倒しちゃった。もう、しょうもね。時間かかった上に倒し方しょうもないっていう。めんどくせえこいつ。二度と行きたくねえわ。攻撃も単調で全然攻撃力も高くないからさ、弱っちいんだけど無駄に体力が多いパターンなんで、時間だけかかる。一番嫌われるタイプだよ、こいつは。ゲコ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 やめろそれ。ゲコあ、それは分かんないんだ。ゲコで、この流れで星5のクエストが受注できるからやれとのことですね。まあ、あの古竜のモンスターに関してはまだ先やわ。もうしばらく先じゃないかな。まずは星5のクエストをクリアしていかないと。まあ、でもね、全部これもう回のクエストでクリアしているものなので動画としてお届けすることはないですね。だから次回もこのセレクトクエストをクリア後に出てくる緊急クエストまたお届けすることになると思います。興味があれば見ていただけると嬉しいです。無駄に長い動画になりましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。